こんにちは、日野です。今日はですね、2018年の3月の10日ということで、3月の10日3月の11日なんですけれども、明日はちょうど丸山伸弘先生の講演会がね、東京でありまして、でそれに行くということで、 DVD がを購入させてもらったんですけども、その DVD の特典として、そのセミナー参加ということがね、できるということだったので、まあ、それだったらということで、3月の11日、明日ね、ちょっと受講してきます。まあ、先ほどチケットというか、切符も買ったんで、まあ、東京、まあ、日帰りでね、ちょっともったいないなとは思うんですけれども、まあ、でも価値のあるセミナーだなと思うので、まあ、その価値はね、十分、行くだけの価値は十分あるなということで、感じております。でまあ、今水素の吸引ということで、今、うん、妻もね非常にこういい体感が出たので、まあ、家族でこう取り合いになっちゃっているんですよね。で今日は家に置いてきて、でもう1台やっぱり欲しいなということで、自分用とあと家族用、まあ、妻がよく使うと思うので、これからで娘たちも使うと思うので、まあ、そうすると2台やっぱりね必要だなということで、なってきておりますけれども、まあ、非常に水素の吸引って、あ、これいいなと、多分いろんなこう問題をねこれから、解決していくのにすごくいいような感覚を得ていますね。まあ、とにかく脳がやっぱ重要だなと、脳がうまくこう機能すれば人生うまくいくって言ってもいいぐらい、脳っていうのは重要じゃないかなって思うんですよね。で脳疲労っていう言葉がね、まあ、言われてますけれども、脳疲労が本当にいろんな、形で人生を悪くしていく、っていうのがね本当にそうだなと思います。で今本当に聞いてたら疲れている方が多いんですよね。それはかなりのストレスを受けたり、まあ、仕事上のストレスであったり、でそれが、皮膚に出てきたりとか、あとまあ、昨日もお客さんが来られてって言ってたんですけども、旦那さんがこうかなりね仕事も、ストレスが溜まるような状況で、で薬も飲んだりしているということですので、まあ、言ってみればその脳が疲労している場合がね多いような気がしますね。でそこから、まあ、精神的な疾患、まあ、うつとかね精神病とか、うつの薬をそして飲んでしまったりとかいうことで、まあ、どんどん悪循環になっていくような気がするんですよね。で薬ではもう絶対治りませんから、薬は、まあ、一時的にこう麻痺させるというのかね、ごまかすだけであって根本的な解決には何もなってないわけです。それより何より脳の疲労を取っていく必要がやっぱあるわけですよね。でこの脳の疲労をしっかり、取ることができれば、脳がスカッとしてね、で、非常にいいパフォーマンスを発揮できる。で全部が脳、考えてみたら脳がねこう全身に指令をしているわけですよね。だからその脳が鈍ってきたら、あるいは肝脳がこう悪い状況になってきたら、それだけでもね、もう全身のパフォーマンスって下がっちゃうんですよね。で僕たちの潜在意識もその脳に畳み込まれていますから、その脳をいかにねいい状態にしていくかって考えたら、まあ、この水素っていうのは救世主的な役割をしてくれるような気がします。それも水素を食べる、水素を、水素水で飲むとか、水素カプセルっていうよりももう脳に直接吸引してしまう、まあ、鼻から吸引、鼻と口、まあ、口を通じて吸引するんですけれども、非常にこう粘膜をですね通じて脳にダイレクトに入っていきますので、そういう意味ではこの水素の吸引っていうのはねものすごく可能性を秘めてますし、これからどんどん多分広まっていくと思います。
で、まあ、いつも言うようにこうタバコを吸う代わりにね、水素を吸う時代がねやってきたら、まあ、これみんなが健康になっていくわけですから非常にいいと思うんですよね。まあ、そういうことで、この水素を吸うとね、いいということで、まあ、健康 2S という機械が出てきてますけれども、まあ、これ、まあ、この携帯っていうのは、タバコのその電子タバコというのか、そういうのにも似ているんですよね。で、実際にこうタバコを吸ってるような状況になるんですよね。で、まあ、水素のエビデンスが非常に取れてきているので大手のタバコのメーカーさんもね、まあ、そこに目をつけて、まあ、これはすごいものだということでタバコを吸いながら水素を出して、まあ、タバコの害をね打ち消すような感じでタバコを吸うと、まあ、そういう面白い開発も今しているそうですので、まあ、超大手のねタバコのメーカーさんと組んで今あのアクアバンクさんもやっているところなんですよね。だいずれそういったタバコを吸いながら水素を出す機械っていうのも出てきますので、まあ、できればでもねタバコを吸うことなく水素だけをね吸っていくのが一番もちろんいいと思うんですけれども、ただどうしてもタバコをやめられない方に関してはそういう水素を同時に取ることで、まあ相殺すると、悪い部分を相殺するという形で取っていけばいいんじゃないかなって思うんですよね。まあ、そういうことでねこの、水素を吸引するという、まあ、ケンコス2っていうのはね、まあ、個人的にはこれすごくいいなと。1台持っておけば、まあ、これからねいろんな形で役に立ってくれるものになることは間違いないなって思うんですよね。ということでね、まあ、水素を吸う時代に入ってきておりますので、まあ、どんどんね僕自身もまずは体感してみて、またいい体感とか、まあ、お客様ある家族でいい体験があればねまた伝えできればなっていうふうに思っています。ということで今回は以上になります。ありがとうございます。